どうも、ゆみしろかなたです。秋がやってきましたね。僕の一番大好きな季節です。というわけで今回はカヌレを、米粉で、そしてとてもいい香りのする食材なんですが、トンカをアクセントに加えて作っていきたいなと思います。それでは楽しんでいってください。米粉のカヌレ、すごく美味しいんですけれども、あの小麦粉のカヌレがあのカリカリもちもちだとしたら、米粉のカヌレはカリカリふわふわな感じで、少しあの食感の違いも、楽しめるんじゃないかなと思います。あまりにいい香りが漂ってくるので、この香りまでね皆さんに届けられたらいいんですけどね。めちゃくちゃいい香りがしてます。これトンカ豆で調理したことある方はきっと伝わると思うんですけれども、いい香りすぎて時止まりますよ。この触っていた手すらトンカの香りが罪な香りを放っております。どこかの誰かが歌ってましたね、トンカの香りを。カヌレは味をつけるときは牛乳につけるというのがベーシックな感じだと思います。なのでトンカじゃなくて紅茶とかでもねいいんじゃないでしょうか。ちなみにカヌレショコラも作ったんですけれども、カヌレショコラも米粉の分量を3分の1ぐらい、40g ぐらいのココアパウダーに置き換えるだけで簡単にできちゃいます。沸騰したら火を止めます。オーブンは250度で予熱しておきましょう。米粉ときび糖をさっくりと混ぜ合わせていきます。卵も2つ割り入れていきましょう。温まった液体、トンカのいい香りがする液体を3分の1ぐらい混ぜてなじませたら、残りも入れてよく混ぜていきます。そしてバニラペースト、ラム酒、このねラム酒の味わいが入ると一気にいい感じになるんですよね。あ、いい香り、めちゃくちゃいい香り。ブランデーとかでもやってみたいなって思ってます。僕は飲むお酒はあんまり得意ではないんですけれども、料理に使うお酒ってすごく深みが出るので本当に大好きです。注ぐカップにですね、ちゃんとこしながら入れていきます。事前の準備でバターを常温に滑らかにしておいたものを型に塗って、そして縁の方に蜂蜜をこうくるっと、一周ね塗っておくと、生地が飛び出してこなくなるので準備しておきます。いってらっしゃい。バター、トンカ、ラムのいい香りがもう本当に溢れんばかりに漂ってます。さあ焼けましたが、これはどうでしょう。少し柔らかい気がするが、あ、失敗しましたね。まあ、成功は失敗から生まれますから。というわけで気を取り直してテイク2。まあこれよりひどい失敗してますから焼く時間、温度、もろもろ見直して行ってみたいと思います。今度は無事ねカヌレになってくれるといいんですけれど。さあ運命の瞬間がやってまいりました。来ました、バッチリ。今回は大成功。せっかくなのでコーヒーと一緒に
いただこうかなと思います。コーヒーはカフェインレスのものをね、飲むことが多いですけれども、あのカヌレの話ではないんですけれども、本当にここ最近たくさん音楽活動の面で、みんなに新しい嬉しい報告をさせていただきました。本当に皆さん一人一人のおかげでステージに立たせてもらっているので、いつも心から感謝しております。ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、カヌレ作ってみてください。それではまたお会いしましょう。おやすみ。